ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好きジャガーズです。じゃじゃーん。さあ、お待たせしました。おすすめジュニア。はい、第5弾。うん。はい。このコーナーはですね、テレビ番組スタッフに向けてのコーナーでございまして、今から私がですね、ジャニーズ、まあ、ジュニアじゃない人もいるかもしれません、をこの番組におすすめするので、うん、プロデューサーの方、ディレクター、関係者の方、ぜひ使ってみていただきたい、うん、これをですね、この動画を皆さんの力で拡散して目に届くように、届くようにね、して、この間僕アナザースカイのおすすめで美少年と書いてたんですけど、うん、その日の夜にアナザースカイのスタッフさんに会いました。おお、言った、ちゃんと言ってない。いや、あったんですよ。あった、こうじゃないか。あ、そうなの。日テレのエレベーター内で、うん、はい、アナザースカイの誰々です。おお、アナザースカイの人だ。今美少年って急に言ったらやべえやつだろうなと。美少年を言わないと、こうなったら言うよ。こうと僕、アナザースカイでやってまして、あ、ちょうど今日僕と今度 YouTube に上げるの見てください、この美少年っていうのって言うけど。さあ、今回はですね、はい、出ました。相席食堂、有田 P おもてなす、王様のブランチ、オファスタ有吉の壁でございます。はい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 、はい、はい。これはですね、僕がよく見てる番組。なるほどね。はい、偏り方が、ね、ね、すごいな。ゴールデンで固まってるわけでもないし。だから僕はね、まあ、人気どこもね、十分ありますけど。そうそうそう、個人的に好きで見てる番組なので、出てもらいたい。そう、見ながら、この人見たらいいなと思ってた。いや、じゃあ逆に正しいんだね。もう好きな番組で好きなメンバーを当てはめるから絶対合う。はい、そうでございます。はいはいはい、さあ、相席食堂、これ関西のね、うん、番組で、千鳥さん。はい。出てですね、ロケを見て、そうです、ストップって押していじるやつでしょ、うん、いじるってやつ、それとかのね、大体結構ね、天然な人出る、天然な人が出たりするんですが、うん、ジャニーズで僕がおすすめするのはこの方、はい、ダダン、村隆太。え、何、レギュラーなの？いや、この番組、このコーナーのレギュラーじゃない。このコーナーのレギュラーじゃない。多分テレビ見ながら、うん、もう村君と浜村君、どの番組だといいんだろうなって思いながら見てますから、もう出て、うん、村君と浜中君使って、スタッフさん、はい、もう使わないと多分毎回出てくるから、もうレギュラーだから、ここが2人でロケしてもらって、ここ選んだかが見たいけど、もう好きが出ちゃってるよ。だからこれ1人ずつでもいいから、1周目2周目、まあまあまあ面白い、見てもらって、ロケしてこうね、うん、あの島のおじいちゃんが、ああいいね、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 してるところを無視されたりとかして、へこんでるところをバーってこう、ジャニーズやろみたいな。ああ、もう見える見えるっていうのがね、もう面白いから、浜中くんとかももうロケさせて、ちょっとここで千鳥さんにいじってもらって、より面白いのが世間に伝われば、はいはいはい、こんな方がいるんだっていうのをね、知ってもらいたいです。この面白さ本当に伝わって、広めて、みんなで本当に良さを。さあ、はい、続いて有田 P おもてなす、これ NHK なんですけども、はい、どんな番組かと言いますと、ゲストの方がいまして、でそれでアンケートバーッと答えます。で芸人が出てきて、で有田さんがその人が喜びそうな感じのテイストにアレンジするんです、うん、で無茶振りだったりとか、うん、漫才なのに急に、まあ、あのコント始めたりとか、モノマネ芸人が大量に出てきたりとか、うん、そういういろんなところを、うん、これにやってもらいたいです。ダダン、セブンメンソムライ。意外、グループでなんだ、誰かで。グループで、あのこれだから特別編ですね。特別編として、うん、あの有田さんのすごいところって、うん、無茶振りだったりとか、うん、いろんなアイデアでこうやったら面白いっていうのがすごいんですよ、うん、実際何かもお会いしてますけど、うんうん、ここでセブンメンサムライも何でもできるじゃないですか、うん、バンドもできる、踊りもできる、アクロバットもできる、うん、そんな完璧な彼らを有田さんがどうプロデュースしたらもっとすごくなるのかっていうのを見たいです。あー、なるほどね、願望もあってってことね、うん、そう、違う一面を引き出してほしいってことね。ここで
ね、鶴見そばにもいいところがいっぱいあるんですけども、唯一欠けてるとしたら多分有田さんがバラエティのトーク力だったりとか、そのコントだったりとかの、そっちもここで引き出されたらもう無敵。あ、なるほどね。無敵です。そこを得たら、まあ、ジュニアチャンネルでやってだとメンバーだけだからね。メンバーだけだからだいぶ変わるからね、人が一人入ると無茶ぶりすごいだから、そこをどうみんなが、はいはいはい、もう山田君もはっちゃけてるし、いやー、あ、見たい見たい見たいね、これ面白いと思いますよ。もうレアタン、もうここでより一層輝いて、もうどんどん NHK ですから。ね、そうだよね、はい。さあ続いて、はい、王様のブランチ、お昼、家族で見る、まあ、女性が見るか、そうですね、主婦層の方とか若い女性が見てるイメージですよね、うん、王様のブランチ。まさにそうです。なのでここに、はい、ダダン、道枝くんと高橋恭平くん。おお、あー、なるほどね、はい、はい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 、もう美意識だ、美意識、そうだ、コスメ、あ、もうさすがです。コスメとかを多分詳しかったりとかするので、はい、ここで、あ、めっちゃいいじゃない、いいでしょ、いい、スタジオとかでロケもしてもらって、うん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 、でもここはもう、うん、自分のもうナルシストですから、もうもうどんどんいいね、この2人ってこっちはちょっと突っ込まれやすいタイプだから、道枝君、おお、すごいすごいってなって、いやいやってなって突っ込まれるみたいな、バラエティ的にもいいかもしれない。それね、若い女性の方に、うん、もうおすすめこれ、あ、これめちゃくちゃ合うんじゃない、本当に合いそうでしょ。これ王様のブランチって全国なんですか、関東ローカルなんですかね、どうなんだろう、関東ローカルね、ここでもう若い女性向けにはもうこの2人バッチリだ、ロケでね、はいはいはい、いや、わかる、見える、見えるでしょ、見える。さあ、うん、おはスタ月曜日、おはスタあんまさすが寝てるからな、僕らも出たことあるんですけど、おはスタね、もうめっちゃ入り早いの、ね、深夜3時ぐらいに家出た記憶ありますね。そうそうそう、まあ、5時とかでしょ、5時とか6時とかでしょ、うん、かなりリハやってるから、でそれで本当3時ぐらいにまで深夜ですよ、うん、深夜に行って、うん、リハーサルやって本番やるったりするんですけど、これ月曜から金曜日までやってるけど、うん、なぜ月曜日にしたか、そうそうそう、ここです、ダダン、美少年、おお、あれ、あと元井くんも、元井くんもいます、急に元井くんも入って、すごいすごいすごい、ここはあの司会のあたりとか、ああ、でも、 もう笑顔も優しいから、お、あ、でも、あ、ハーって合いそうじゃない、お子さんもそうです、お母さんに好かれるでしょ、うん、ああ、いい、元井くんいいね、あ、めっちゃ分かる分かる、今までさ、あの、うん、僕らもちょっと炭治郎のね、うん、声優さんの、はい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 、ニッコニコ、うん、笑顔がもう朝からいいじゃない、うん、ここも笑顔で、優しい顔で、優しい顔で、あ、朝の顔、朝の顔で、月曜日って書いたのは、はい、あの毎日は死んでるから月曜日だけ担当美少年、美少年、はい、それなぜかっていうと、はい、月曜日って憂鬱じゃない、もう、ああ、皆さん見てる側が、見てる側が、まあ、月曜日か、1週間か、だけど美少年が出てることによってうわー目が覚めるっていう、頑張ろうって、頑張ろう、月曜が楽しみになる、楽しみになる、ああ、そんなことは考えてるの、今までありました、月曜日が楽しみになることって、もうね、そういうことね、月曜朝起きるのが楽しみになる、そうよ、月曜の楽しみなんてもう今まで本当に筋肉マンの月曜日に見れる、見れる、プレイボーイの筋肉マンが見れる、見れるだけしかなかったの、12時過ぎたら見れるから、もうね、寝る前に見てみてる、朝起きた時にもう美少年に起こされる、こんな幸せあります、皆さん、皆さんのことを思っての美少年だった、はい、こんなパターンもぜひ使ってみてください、はい、そして有吉の壁、これはだってもうブレイクいっぱいね、はい、影響力すごい番組ですから、今すごいですよ、ここは壁はもうここに出てもらいたいのはこちら、ダダン、 A グループ For You、 おお、ここもなんかレギュラーっぽいね、結構押されるもんね、うん、ここでここはさ、もう、まあ、強い、合うわね、バラエティ強いから、強くて、あ、体張れるし、で団体芸ができます、ああ、なるほど、なるほど、団体芸であれ3を笑わせて、うん、でも無茶振りも何でもいきます、うん、あとブッブーってやりやすい、ちょっとちょっとちょっと
そのそっちもいけるし、はい、そういうのも M1 とかも出てますけど、うん、だからもうお笑いはいいんじゃないかなと思って出てるんだし確かにね出てるし、でそこででね、ここでキャラクターものとかやるじゃない、うん、いろいろ、うんうん、あるあるあるね、でも TT もかかるんです、うん、一発、そう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 、だからそこで新たな番組のフォーユーとしてじゃなく別のキャラクターを作ってもらって、おー、でそっちで売れるとか、そう、それでブレイクです、出た、これはいきます、売れた、売れたでしょ売れた、あ、みんな売れた、売れたでしょ、うん、だここもだから、ね、A グループもその新しいキャラで、うん、ブレイクの可能性もありますし、でこれだから、うん、もうその他の芸人とコンビ組んでネタやったりとか、うん、そういうのもするわけじゃない。それだとやきもちやっちゃうから、それでジャガーズ。ジャガーズでお願いします。しっかり出るな。はい。これどうですか。いやめっちゃ出たい。ね。うん。僕も。俺ここ俺月曜日一緒にレギュラーで出たいもん。ね。基本的に月曜日。一緒。ロケ班でいいから。いいよね、ロケハンでいいから出たい、ここもいいでしょ、うん、いや、いい、いい、ここはね、ちょっとね、これも賭けなんですけど、うん、これがハマったらもう最強のグループになると思う、おー、セブンメンさんもサマイスで、ここはもう愛席食堂頑張ってもらいたいというわけで、はい、今回いかがだったでしょうかジャガズチアンのおすすめのジュニアでございました。次は誰が押されるんでしょうか。こうご期待。拡散拡散拡散して広めて広めて、バイバーイ。高評価チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。